両道村は、大韓民国継承北道京州市高島面にある伝統民族村。京州市中心部から北へ、約25キロメートルのところに位置し、安藤が海村と並んで、ヤンバンの村として知られる。村全体が重要民族文化財、第189号に指定されており、また、2010年7月31日に川海村と、共にユネスコの世界遺産に登録された。 李朝時代に、両藩であった、築城孫氏と李光李氏の同族村であり、この西がある時は互いに競争し、またある時は互いに協力しながら、約600年にもわたって発展した村である。中層に仕えた有名な学者である、李彦道をはじめ、多くの人物を輩出している。幾度の戦火に見舞われた朝鮮半島において、当時の様子を現在に伝える数少ない貴重な、 集落であり、現在も約150戸ほどの家屋が現存し、今もなお生活している。1992年、イギリスのチャールズ皇太子が訪問された。村内には、国宝1点、宝物4点、重要民族文化財12点、京昌北道有形文化財2点、京昌北道記念物1点、京昌北道民族文化財1点、 京昇北道文化財、資料1点、京昇北道郷土文化財2点の計24点の指定文化財があり、また村自体が韓国の重要民族文化財、第189号に指定されている。また、世界遺産の対象範囲としては、村の周辺数キロメートルの場所に位置する玉山書院、独学堂、あがりえ院なども含まれている。中でも玉山諸院には、 多数の指定文化財が保管されている。ワールドヘリテッジコミッティインスクライブスセブンカルチュラルサイツオンワールドヘリテッジリスト。ありがとうございます。